お仕事疲れたのだ、ただいま、電気電気って、あれ電気がつかないのだ。ブレーカーはどこだったっけな。あ、この音って暗証番号を入力してる音だよね。誰かが部屋に入ろうとしてる。一体なんで、誰が入ってこようとしてるのだ。あ、警察が通ってる。で、あれ音が収まったのだ。一体誰だったのだ。うん、誰もいないっていうことがあったのだ。って言っても何も被害ないんでしょ。そうですけど。それにブレーカーも入れたら電気もついたんだし。だけどドアを開けようとする音が聞こえたんです。音も他の部屋の聞き間違いなんじゃないの。それだけじゃ操作できないよ。一応見回りはするけど、たく忙しいのに。なんだかすっごい感じ悪かったね。知らない人が部屋に入ってきたら怖いって思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ああ、でもまー、あ、ちゃんの気にしすぎかもしれないよね。もしかしたら違う部屋の人が間違えちゃったのかもしれないし。そうなのかな。って言ってもこの階は2部屋だもんね。なんだか野獣馬がこっちを見てるよ。あの、さっき間違えて私の部屋を開けようとしたりしませんでしたか。うん、してないみたいだよ。今から夜勤に行くから今日は一日中ずっと寝てたらしいよ。あ、家にいたならさっき停電になったりブレーカーが落ちたりしましたか。そんなことは起こってないよ。どうやら仕事の準備をするから家に戻るみたいだよ。お世話様でした。だけど隣の人が間違えてないってことは、一体誰が入ろうとしてたのだ。隣じゃないとすれば上の階の人が間違えちゃったのかな。とにかく女性の一人暮らしは用心するに越したことはないし、一応明日管理人さんにも相談した方がいいんじゃない。そうだね。だけどなんだか怖いな。このマンションは監視カメラも至るところに設置してあるし、セキュリティは万全だから大丈夫なんじゃない。部屋の鍵も暗証番号付きオートロックだしね。これに警察さんも見回りしてくれるって言ってたじゃん。ちょっとめんどくさそうだったけど。だけど警察さんが見てない隙に誰か来ちゃうかもしれないじゃん。もしまた何かあったら僕たちにすぐ電話すればいいよ。おいらたちがスーパーヒーローみたいに駆けつけてあげるよ。わかった、そうするのだ。また明日ね。今日はありがとう。それじゃあバイバーイ。え、今の声ってまーちゃんじゃない。きっと何かあったんだよ、急いで戻ろう。まる、まーちゃん大丈夫。開けて、開けてください。ドアを早く開けなさいよ。高橋くん戻ってきてくれたんだ。何があったの。今家に入ったら部屋が荒らされ、さっき暗かった時にぶつかったとかじゃないの。いや、そんなはず絶対ないのだ。部屋のドアをガチャガチャされてパニックになってたから、ここで暴れ回ったんじゃない。そんな記憶もないよ。それなら朝出かける時に急いでてぶつかったとかじゃないの。そうなのかな、私が気にしすぎなのかな。まーちゃんは心配性だからね。それに俺たちの家はどうせお向かいさんなんだし、何かあっても1分ぐらいで駆けつけるから安心してよ。そっか、そうだよね。二人ともわざわざ戻ってきてくれてありがとう。それじゃあ片付けは一人でやるから、二人とも帰って大丈夫だよ。別にめんどくさいとかじゃなくて、手伝いたい気持ちは山々だけど、まーちゃんがそんなに言うなら俺たちも帰るよね。だね、なんだか見ちゃいけないものもたくさんありそうだし、帰るか。めんどくさいわけじゃないんだよ。それじゃあまたね。絶対めんどくさいだけなのだ。何かあったらすぐ電話するんだよ。まるー、バイバーイ。バイバーイ。本当に誰かが部屋を間違えただけならいいんだけど、私も疲れちゃってるのかな。まあ今日は明日の準備をして早く寝るのだ。確かこの中に、あったあった、運動着。これを忘れないように机の上に置いておくのだ。うわぁ、なんだか疲れたし、今日はもう寝るとするのだ。おやすみ。
なんだか騒がしいな。誰かから電話みたいだ。こんな朝早くに誰だ。って、まーちゃんからだ。もしもし？もしもし、監視グマノー君、助けてよ。ん？まーちゃんがいるけど、なんて言ってるの？一体何があったの？今すぐ向かうから待っててよ。わかった、急いで来てほしいのだ。まーちゃんがすぐ来てって、あの様子はただごとじゃないぞ。え？それじゃあ急いで行かないと。ちょっと待って、バナー君。どうしたの？強盗でも入ったのかもしれない。この武器を持って行こうよ。わぁ、それはナイスアイデアだね。これがあったら強盗がいてもやっつけれるよ。僕たちでマーちゃんを守るんだ。よし、マーちゃん今すぐ行くから待っててね。1分以内に行くって言ったからな。新記録の30秒叩き出せよ。で、マーちゃん鍵。マーちゃん一体どうしたの？泥棒？それとも G？ そんなものじゃないのだ。そんなに怯えてどうしたの？部屋を荒らされた形跡ないけど。部屋が荒らされたわけじゃないんだけど、それが朝起きて歯を磨こうと思ったら、昨日絶対に置いたはずの歯ブラシがなくなってるのだ。え？それは大変じゃあないよね。大変ではないな。まーちゃんがすごい怯えてるから、すごい一大事なのかと思ったら、全然大したことないじゃん。歯ブラシってなんやねん。どっか間違えて置いてるだけなんじゃないの？いやいや、それだけじゃないのだ。実は昨日、今日着ようと思ってここに置いておいた運動着もなくなってるのだ。確かに昨日この上に置いたから、机の上に置いておくのだ。なくなるはずはないのだ。つまり誰かに盗まれたってことが言いたいのかな。歯ブラシと運動着を。わからないけど、昨日の暗証番号の件もあるし、なんだか気味が悪いのだ。それが事実だとすれば、泥棒というよりはストーカーか何かの仕業なんじゃないの？まーちゃんの私物だけを盗んだんだったら、その可能性が高いよね。お金とか貴重品はなくなってないの？うん、さっき確認したけど、なくなってなかったのだ。そっか、でもストーカーの盗難被害に遭ったって言えば、あの警察さんも捜査してくれるかもしれないよ。だね、さすがに面倒くさがってはいられないよね。それなら今から連絡してみるのだ。もしもし、盗難被害に遭ってストーカーをされてるかもしれないんです。今すぐ来てください。警察さんすぐに向かってくれるみたいなのだ。これでもう一安心だね。いやいや、早く犯人が捕まってくれないと全然安心できないのだ。それなら警察が来る前に管理人に不審な人物を見てないか話を聞きに行こうよ。先に捕まえちゃえばいいんだよ。なるほど、このマンションならセキュリティカメラもあるし、きっとその映像に犯人が映ってるかもしれないもんね。そうと決まれば全は急げだよね。管理人さんの元に行くよ。なる、管理人さんいたらいいけどねって。昨日のお隣さんだよ。昨日はすいませんでした。ご迷惑おかけしました。そんなことより管理人さんに話を聞いてみようよ。管理人さん、すいません、昨日不審な人を見たりしませんでしたか？僕には見てないね。そうですか。それならあのセキュリティカメラの映像を見せてもらえませんか？いいって言ってるよ。こっちのテレビで見れるみたいだよ。よし、それじゃあ早速確認してみよう。犯人映ってたらいいけどね。見るの怖いのだ。特に怪しい人はいないな。あ、誰か帰ってきたみたいなのだ。ってまーちゃんじゃん。そろそろ犯人が帰ってくるのかな。って大家たちじゃん。バナー君何やってたの？いや、いいくつろぎスペースだなと思ったんだけど、カッシー君が先々行くから。僕たちに続いて警察さんも入ってきたな。あの態度悪い人ね。別の映像を見てみよう。怪しい人物はいないみたいだね。わ、警察さんが帰ってきたよ。わ、おいらたちが出てきたよ。寄り道せずにまっすぐ帰るいい子たちだね。お隣さんも夜勤に向かってるね。夜のお仕事お疲れ様です。なんだか怪しい動きしてない？キョロキョロしてるね。おかしいな、犯人らしき人がいないぞ。え、昨日の映像はこれだけみたいだよ。エレベーターや各階の映像はないんですか？他のセキュリティカメラは防犯対策としてつけているダミーのカメラで映像は撮れてないんだよ。残念だったね。なんてこったい。仕方ないな、でも用心して防犯カメラくらいは買っておいた方がいいかもしれないな。映像ありがとうございました。ありがとうございました。
俺じゃあいつまでもロビーにいるのもあれだし、まーちゃんの部屋でくつろぐ。うん、警察さんがやってきたよ。また君たちか。今度は何？今日の朝起きたら歯ブラシや運動着の私物がなくなっていたんです。だから家に泥棒が入ったのかもしれなくて。商品はなくなってないの？はい、私物のみがなくなっていたのでストーカーなのかもしれないなと思って。最近一人暮らしの女性が行方不明になる事件が増えていて、その人たちもいなくなる前に私物がなくなっているという被害届があった。うん、もしかしたら同一犯かもしれない。一度その物が盗まれた現場を見させてくれないか。はい、お願いします。こっちだよ。遠くに部屋に怪しいところはないみたいだね。物がなくなった以外に変わったことはないのかな。あ、そういえば昨日警察さんが帰った後に部屋の中が荒らされていたんです。でも玄関以外に出入りできそうな場所はないようだな。一応見回りは強化するけど、行方不明事件にはなりそうにないから、また何かあったら連絡してください。お疲れ。でも全然解決してないし、まだまだ怖いままなのだ。あんまり当てにならない警察だね。こうなったらやっぱり僕たちで捕まえるしかないな。でも警察は怪しいところはないって言ってたよ。他に誰か出入りできる人物に心当たりとかないの？いや、ドアの暗証番号は誰にも教えたことないし、絶対に開けれるはずないのだ。それなら侵入できるとしたらベランダかな。ベランダから侵入できるとしたら上の階の人かお隣さんだよね。だね。下からは上がってこれそうにもないし、上からだったら降りることは可能かもしれない。横も繋がっちゃってるじゃん。簡単に出入りできそうだよね。お隣さんにちょっと話聞いてみる。だけどお隣さん昨日はずっと家にいたって言ってたし、ちょうどさっきもすれ違ったけど今朝まで夜勤のお仕事で外出してたんじゃないかな。ああ、そういえば昨日確かに夜勤の仕事って言ってたような気がするね。監視カメラの映像にも出勤する様子が映っていたな。ということはお隣さんにはアリバイがあるぞ。じゃあ物を盗んだりするのは不可能だね。分身の術でも使えるのかな。漫画やアニメに盗みやろ。うん、大好きだもんね。となると怪しいのは上の階の人かな。じゃあちょっと話を聞きに行ってみる。だね。とにかく行ってみるのだ。でもこれで違ったらどうする。まーちゃん以外は知らない部屋の番号を誰かが知ってるってことになるね。もし本当にそんなことがあったら怖すぎる。でもエスパー以外そんなことないから、きっと上の人が犯人なんだよ。そうだといいんだけど。とりあえず一度話を聞いてみようよ。すいません。あれ出ないな。もしかして出かけてるのかな。ここに住んでる人とは面識ないの？うん、全然知らなくて、男の人か女の人かもわからないのだ。女の人だったらストーカーではないだろうね。それじゃあどんな人が住んでるのか管理人さんに聞いてみようよ。部屋数は少ないし、きっと管理人さんなら何か知ってるよ。男の人だったらちょっと怖いな。すいません、私の家の上に住んでる人ってどんな人かわかりますか？ちょうど君と同じぐらいの若くて綺麗な女性だよ。時間が不規則な仕事だからなかなか連絡は取れないけどね。そうですか。ありがとうございました。これで上の階の人が犯人っていう線は薄くなっちゃったね。やっぱり誰かが暗証番号を知ってるんじゃないの？その可能性が高いな。暗証番号を押してたのも聞こえたし、もしあの時誰が入ってこようとしてるのか。あ、警察が通ってる。パトカーが近くを通らなかったら、考えただけで恐ろしいのだ。そうだ、管理人さんにドアロックを取り替えてもらおうよ。なるほど、その案があったのだ。じゃあ全員は急げだね。管理人さん、すみません。ドアのロックを交換してもらえませんか？仕方ないな、困ってそうだし。 OK だよ。ああ、よかった。警察も見回りを強化してくれ
めてるって言ってたし、これで部屋にも侵入できなくなるから少しは安心できるのだ。よし、これで鍵の交換は終了だ。これに暗証番号が書いてあるから。ありがとうございます。それじゃあまた何かあったら言ってね。はい、お世話になりました。まーちゃん、その暗証番号誰にも教えないようにするんだよ。それは完璧なのだ。それじゃあおいらたちは帰るとしようか。二人とも今日は朝からありがとね。一人が怖いんだったら今日泊まるけど。いや、それは遠慮するのだ。釣れないね。それじゃあ鍵も変わって安心だろうし、今日は久しぶりにぐっすり寝てよ。バイバイ、まーちゃん。お疲れ。バイバイ、気をつけてね。まーちゃんも一安心だね。コッシーくんとバナオくんはやっぱり頼りになるのだ。いろいろあったし、怖いことには変わりないけど、これで家の中は安全だし、ゆっくりお風呂にでも入るのだ。シャワーは気持ちいいのだ。うん、やっと一安心だね。でもやっぱり何か引っかかるな。え？一体何が？これで時間が経ったら解決するんじゃないの？怖がらせたくないからまーちゃんには言わなかったんだけど、ストーカーはどうやって暗証番号を知ったんだろう？それはわからないけど、もう取り替えたし大丈夫なんじゃない？なんだか違和感があるというか、何かを見過ごしてる気がするというか、嫌な予感がするんだよな。でも手を尽くしたんだし、他にできることはもうないよね。ガシ君の心配しすぎなんじゃない？そうなんだけど、用心するに越したことはないし、カメラを一応買っておこう。自腹でな。よっ、太っ腹。これでよし、明日の朝には届くみたい。最近は早いね。そんなことより今日はもう疲れたし、早く寝ようよ。おやすみ。だね、おやすみ。はい、さっぱりして気持ちいい、気持ちいい。いけ、粉きじじい、ビール、ビビ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 ビ。うん？誰か来たみたいだよ。宅配便みたいだな。はーい。わあ、昨日カッシュ君が頼んでたカメラが届いたみたいだね。ご苦労様でした。ちょっと上でまーちゃんが起きてるか確認してみようよ。カーテンが閉まってるからまだ寝てるのかな。早速まーちゃんに渡しに行きたかったんだけどな。ん？カッシュ君の電話鳴ってない？ほんとだ。あ、まーちゃんからだ。もしもし、カッシュ君？もしもし、今ちょうど渡したいものがあって行こうと思って。ちょっと今すぐ急いで来てほしいのだ。え？わかった、すぐ向かうよ。ん？何が起きてるの？わからないけど急いで来てって。え？昨日鍵交換したばっかりなのにまた何かあったってこと？わからないけど一応カメラ持っていこう。おいらの粉気じじい持ってこう。いらないよ。まーちゃん大丈夫？何があったの？実はまた私の私物がなくなったのだ。え？次は一体何がなくなったの？ここに置いておいた熊と羊のぬいぐるみなんだけど。それで警察には連絡したの？二人が到着する前に連絡したのだ。それで何て言ってた？すぐに向かってくれるみたい。それに容疑者の目星がついたって言ってたのだ。ん？どういうこと？実は上の階に住んでた女性も知人から連絡が取れないって通報があって、調べたら行方不明になっていたみたいなのだ。だから部屋に行った時に出なかったのか。それで私の事件と上の階の人の事件を捜査してたら怪しい人が見つかったみたいだよ。その人は一体誰なの？詳しい話はここに着いたら話すって言われたからまだわからないのだ。解決しそうならカメラ買う必要なかったな。ん？何これ？まーちゃんの部屋にカメラを隠して犯人の姿を撮影しようと思ってたんだよ。そうなんだ。だけど犯人の目星もついたみたいだし無駄になっちゃったね。せっかくだからこれに3人の楽しい思い出残そうか。いいね。それじゃあおいらカメラマン。え？精密機械だけどちゃんと使えるの？任しといてよ。それじゃあ可愛く撮って撮って。いくよ。ちょっと決め顔してみようか。しゃがんで見るのもいいかもな。いい笑顔ちょうだい。うわぁ、撮影って楽しいね。バナビ、部屋ばっかり撮ってないで僕たちをちゃんと撮ってよってずっと回してるから。
ここの映像だけで容量いっぱいになっちゃうじゃん。いらない映像もたくさんありそうなのだ。何言ってるの。今ここにみんなが揃ってるっていうことが大切な思い出なんだから。それにしても警察遅くないかな。すぐ向かうって言ってたよね。そういえば遅いね。緊急速報みたいだよ。一体何があったんだろう。あんまりいい予感はしないね。緊急速報です。先ほど警察官が行方不明になったみたいです。事件が発覚したきっかけになったのは同僚にかかってきた SOS の電話です。心臓の弱い方は注意してお聞きください。助かるぞ、助けてくれ、助けてくれ。現在は音信不通になっており、 GPS が途切れたこの場所を手がかりに警察は行方を追っています。え、今のって捜査を担当してくれてた警察官の人だよね。それに映ってた場所、このマンションの下じゃなかった。ちょっと様子を見に行ってみようよ。捜査に協力できることがあるかもしれないもんね。田中君、カメラは置いていきなよ。え、証拠をバッチリ撮ろうかと思ったのに。しょうがないな。あれ、録画停止ができないな。え、ボタンとかないの。わからないね。それなら後でやってみるから、今はそのままでいいよ。ダメ、とにかく下に行ってみるのだ。よし、行くよ。まさか警察官が突然失踪するなんてね。もしかしてまーちゃんのストーカーの仕業かな。事件の真相を突き止めてたっぽいし、その可能性は高いよね。犯人は物を盗むだけじゃなくて、邪魔物を容赦なく排除するような危険人物だったんだ。それにしてもなんだか騒がしいね。お隣さんが警官に事情聴取を受けてるみたい。何かあったんですか。マンションの住人に話を聞いてるみたいだよ。君たちも話を聞かせてくれって言ってるのだ。やっと取り調べが終わったな。お隣さんは署に連行されてったね。女性の行方不明事件も関係してるし、警察も男性を怪しんでるんだろうね。まさかオイラたちも疑われるなんてね。でも警官が失踪に巻き込まれるぐらいだから、犯人はすっごく力が強い男の人なのかもしれないよ。そうだね、警察は剣道や柔道が強いっていうもんね。それだけ強い相手が犯人だったら、被害に遭った女性はすっごく怖かっただろうね。最初はただの変質者のストーカーかと思ってたけど、連続誘拐事件にまで発展するなんて思わなかったよね。でも今回の件で警察は総動員で捜査をするって言ってたよね。行方不明になった女性や警官が無事だといいんだけど。すっごく怖かったけど、これできっと解決するんだろうね。まあでもさすがの犯人も下手に身動きはできないだろうし、まーちゃんが住んでるマンションには近づかないんじゃない。だね、だから今日からは安心して寝れるのだ。あ、そういえばカメラの録画しっぱなしなの忘れてたよ。録画停止ボタンが見つからないって言ってたけど、で、ここにしっかりあるじゃねえか。で、これ再生ボタンなんかい。さっき部屋から出ていくところの映像みたいだね。さすがにこの辺は消さないとな。全く必要ない映像だもんね。きっとこんな映像ばっかりだよ。で、ドアの外から音が聞こえない。これ暗証番号を入力するときの音だよ。いや、でも僕たちが帰ってくるにはさすがに早すぎる気がしない。もしかして管理人さんが入ってきたね。なんで管理人さんがここに入ってきてるのだ。この人がストーカーの犯人だったんだよ。そうか、そういうことだったのか。一体何が。マンションの管理人だから、セキュリティカメラを見た時都合の悪い映像は見せなかったんだよ。それにエントランスや玄関の映像を確認した時も管理人の姿は映ってなかった。ってことはその時マーちゃんの部屋に忍び込んでたってこと？だね、マンションの管理人だからマーちゃんの部屋の暗証番号を知ってたんだよ。でも新しいドアロックなのになんで入ってこれたのだ。新しく取り替えたのも管理人さんだったし、暗証番号もこの人が設定してたんだよ。そう見て間違いないだろうね。このカメラの映像は決定的な証拠になるよ。そうだ、警察に見せて逮捕してもらおうよ。って、
いつまでこの人この部屋でうろちょろしてんの？キッチンの方に向かっていて何かしてるのだ。料理でもするのかな。さすがの犯人も下手に身動きはできないだろうし、まーちゃんが住んでるマンションには近づかないんじゃない。あれ、オイラたちの声が聞こえてきたね。え、管理人さんがキッチンから包丁を取り出してクローゼットの中に入ってたよ。ダメ、だから今日からは安心して寝れるのだ。あ、そういえばカメラの録画しっぱなしなの忘れてたよ。録画停止ボタンが見つからないって言ってたけど、で、ここにしっかりあるじゃねえか。え、ここで映像が切れてるってこと？まさか。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。 Twitter と Instagram もあるのだ。秘密基地にも遊びに来てくれよな。